モブキャラ伝説モブキです。本日はルームツアーをしたいと思います。YouTuber のルームツアーっていうの見たことないんですけど、人生で初めてルームツアーをしたいと思います。そうですね、まずはじゃあベッドから行きますかね。おぶちゃんのいつも暮らしている寝ているベッドはこちらになります。クマがいますここでいつもモブちゃんは寝てるわけですね。これもクマですね。こんな感じで銀の盾をお守りにファンの子にいただいた、これを飾ってたりとか、まあなんかちょっと見せすぎると特定されちゃう恐れがあるので、とりあえずキッチンの扉の色だけ見せときますね。キッチン綺麗です、一応。はい、めっちゃ綺麗です。そしてここがツイキャスする時の画角ですね。モブお酒飲んだりとか動画見たりとかする時はここです。どうなってるかというと、こうベッドにこうもたれかかってる感じですね。で机が前にあるみたいな、で机にこのツイキャスiPad 置いてる。ここで酒を飲みます。今日も飲んだテンション高くてた視界はこんな感じですね。ここにあのツイキャスの器具とかいっぱい置いてるみたいな感じですね。でここは今この内装中なんですけど、まだ出来上がってないんですけど、ファンの方にいただいたグッズとか自分の公式グッズとかをお酒を飾るっていう場所にしようと思って、まだ全然準備できておりやすい。むちゃくちゃいい酒あるのよ。やっぱいただくんですよね、死ぬほどいいお酒。ちょっとここに置いてあるやつ以外もあるんですけど、よいしょ、いっぱいあったりとか、焼酎ね、あったりとか。ここを幸せの広場にしようと思って建築中でございます。そして次ですね、次は、クローゼットの方を紹介したいと思います。こんな感じで、まあ服がかかってたりとか、もうこれ冬物ですよね。そう、上は帽子があったりとかあるんですけど、まあこんな感じですね。すごいいっぱいブラウスとかねあったりとかね、本当にまあこんな感じですよね。まあ浴室乾燥あるんですけど、この家の前に住んでた一人暮らしの部屋が室内で干してたんですよ。だからその名残で捨てれなくて、これもあれですね、みたいな感じですよね。段ボールとか干してたりとかしますよね。キッチンと呼んでもいいでしょう。部屋の中のキッチンも紹介したいと思います。こちらです。基本的にボブはパスタしか食べないので、めんどくさくて、パスタとあのチンご飯、そう、これをよく食べますね。あのファンの方にいただいたこうお菓子、ここに全部入れても、あの洗い物嫌いなので、皿こういう感じで、これ私のキッチンです。はい。でそしてこちらですね、多分ほとんどモザイクだと思うんですけど、本当に片付けができないんですよ。だから洗い物をすべてここに入れるっていうあれなんですけど、こう入れてたんですけど、気づいたらこう漏れ出しちゃったっていう感じですよね。そしてメイクゾーン、ここはかの有名なモブちゃんの居場所で、めちゃくちゃよく使ってるパックと、でも最強、この組み合わせ最強。これファンの子にもらった、これもファンの人にもらった虫除けもありますし、ベルトもなんかあれ、カメラなんかもここにあっちゃって、あ、コテなんかもここにあっちゃってみたいな、全部こう手の届くところにあるっていう最高の、あの一応こんな感じで棚があるんですけど、何も入ってない、直せない、出したら直せない。はい、いかがだったでしょうか。モブピの、ルームツアーということでね、アイドルのお部屋ってこんな感じになってるんですね。皆さんもアイドル憧れちゃいましたか、それともモブピへの評価が下がりましたか。 Amazon のレビューで言うとこうになってますか。
いや、わからん。待って。誹謗中傷のコメントする前に、自分の部屋眺めてみて。綺麗な人、こういう汚い人もんのよ、世の中には。アイドルやからとか、YouTuber やからとかって、綺麗なものばっかり見せるエンターテイナーとか表現者って、どう？偽物やと思うねん、それ。モブは。一緒やん。俺ら人間や。仲良くしようや。と思います。マジ綺麗な時綺麗なんですよ。ちょっと言い訳させてほしい。マジ綺麗な時もう一回見てほしい。今なかなか散らかってるなと思って動画撮りましたから、言い訳タイムしてますけど。で、いけんねんいけんねん、めちゃくちゃ綺麗にできんねん。でも一回綺麗にできんねんけど、それを保てねん、保たれへんか。2週間に1回ぐらい大掃除期間を設定してる感じ。出したら直すという声がもう23年間できんかったら今後もできないと思います。その代わりどんどん機能性は良くなってきてるの。レシートはここに置くとか、ゴミは絶対にゴミ袋に入れるとかをもう徹底して、どんどんこう部屋の治安が守られるようになってきてはいますので、部屋の片付け方法よかったら教えてください。以上、ルームツアーでした。絶対特定せんといてください。ほんまに家バレんの時はほんまに勘弁、ほんま勘弁、ほんまに特定せんといて。青森に住んでます。